映画もドラマもミステリという勿れ。僕は常々思ってるんですが、僕は常々思ってるんですが、僕は常々。その言葉は事件の謎も人の心も解きほぐす。整うです。久能整。何その名前。久能さんだけが頼りなんです。お前一体何なんだ。ただの学生ですよ。2022年1月期連続ドラマミステリという勿れ。天然パーマがトレードマークの大学生久能整。彼が発する言葉は視聴者の心に強く刺さった。真実は人の数だけあるんですよ。でも事実は一つです。どうしていじめられてる方が逃げなきゃならないんでしょう。恥ずかしくて問題があるのは加害者の方なのに、どうして闘病って言うんだろう。負けたから死ぬんですか。そんな彼の捜査も推理もしない、ただただ喋っているだけで事件の謎を解きほぐしてしまう新感覚ミステリーは、放送直後から話題となり高視聴率を記録。見逃し配信でも当時の民放歴代ナンバーワン記録を樹立するなど一大ブームを巻き起こした。ってことは待望の映画化と、その前に一緒に変なバイトしない？変なバイトしない。9月9日土曜プレミアムでミステリという勿れ特別編を放送。今回の特別編では原作コミックス11巻で描かれている通称タイムカプセル編をお届けします。連続ドラマでは登場しなかった人気キャラクターが今回待望の初登場を果たす。はい、相良蓮います。そんな整の同級生相良蓮を演じるのは志尊淳。これはまさか。須田とは6年ぶりの共演となる。相良蓮です。こんちゃーす。はい、相良くん。タメ口でいいじゃん。僕タメ口にしたい人としたくない人がいるんですよ。したい人に入れて。これがコミュ力。こんな正反対の2人が挑むのは、30年前に埋められたまま見つからないタイムカプセルを探すことだった。うわー、感激だ。原作ファンを中心に高い人気を集めるこのコンビ、整と蓮の知られざる出会いのエピソードが描かれる。ライオンとサメとクマ、食べられるならどれがいい。どれも嫌ですよ。その他豪華キャストの情報解禁は後日ご期待ください。ロブスターが、ロブスターカツオだって。カツオ。僕もカツオでした。うん。そして9月15日に公開される映画で描かれるのは、原作ファンの間でも人気の高いエピソード、通称広島編。久能整君、バイトしませんか。バイト。そこで狩集まり塩路と名乗る女子高生から声をかけられる。力を貸して。話が見えないにも程がある。整は地元の名家狩集まり家の遺産相続問題に巻き込まれていく。塩路の祖父が亡くなり、4人の孫狩集まり力之助、赤峰由良、母壁ネオ、狩集まり塩路、この中から一人に相続の権利が与えられることに。しかし権利を得るにはあるお題をクリアしなければならなかった。それぞれの蔵においてあるべきものをあるべきところへ過不足なくせよ。4人それぞれに与えられた蔵でその謎を解け。うちの遺産相続はいつもお題が出て争う形になって、その度に必ず何人も死人が出てる。うちのパパたちが死んだ時もきっと殺し合ったんだよ。しおじ、じゃあ死人が出ないようにまずは相続人の皆さんでお茶飲んで話し合いませんか。はい。うわあ！閉めないで！ええ、言ったでしょ。お金と命がかかってるって。果たして遺産相続の先にある一族の深い闇とは？それでは。ここで物語の鍵を握る重要キャストを紹介。まずは朝ちゃん。狩集まり家お月の弁護士の孫で
潮路の初恋の人車坂朝春を演じるのは松下洸平。松下洸平さんです。お願いします。実は須田の大ファンで今回念願の初共演。聞きたいこととか話してみたいこともたくさんあったので、須田さんと一緒に芝居ができるっていうのはめちゃくちゃ嬉しいですし、僕自身もこの作品ドラマ見てたので、えっと思いました。やったと思いました。はい、いろいろ吸収して盗めるところは盗んでいこうと思います。僕ドラマ版をずっと拝見してまして、あ面白いなと思って、自分なりに精一杯演じて作品の一部になれればなと思っています。今は2人目は次に殺されるのは僕じゃけん。メガネをかけたインテリな臨床検査技師狩集まり力之助を演じる町田啓太。今回の役どころは力之助はこう優しさから来る少しこう一歩踏み出せない、臆病な心があったりとかして、そういう勇気っていうのはやっぱり力之助からも学びましたし、整君たちとやっぱりこう関わっていく中でちゃんとこう人と人とで話し合う、そういうのって単純だけですごく、大切なことなんだなって、すごく学ばせてもらいました。3人目は殺されるかもしれない塩地を演じるのは原なのか。お願いします。お願いします。子役としてデビューし、これまで数多くのドラマに出演。昨年公開の映画スズメの戸締まりでは1700人を超える中から主人公に選ばれるなど、今期待の若手俳優です。広島編はすごく背中を叩かれるというか、叱ってもらってるような気持ちになるような、すごく考えるきっかけをくれるような素敵な言葉たちがたくさん出てくる、私も大好きな人気のエピソードだと思うので、ぜひ皆さん楽しみにしていていただけたら嬉しいです。お前が犯人じゃろうが。4人目はやんちゃな性格だが根は真面目な母壁ネオに萩原陸。すごくすごく丁寧に全スタッフを団結して一つの作品を作り上げてるなと思いましたので、なんかそれがやっぱこうその丁寧さというか、ね、こだわったところがちゃんとスクリーンに出てるんではないかなと思いますので、ドラマ版から見てらっしゃる方も原作が好きな方も本当たくさんの方に見ていただけたら嬉しいなと思ってます。誰が勝っても恨みっこなしってことで。5人目は専業主婦で一人娘がいる赤峰ゆらに柴咲コウ。お願いします。原作漫画のファンでもありテレビシリーズも見ていたという柴咲。私自身原作が好きで読んでいた漫画だったので、自分がそこに関わって実写化のその映画に携わるというところで、なんかその雰囲気っていうものを壊さないように参加できたらいいなと思って今回参加させていただきました。数々の整君の名言というか、心にスーッとこう入ってくるような、言ってほしい限りところに手が届くようなセリフというのがたくさん映画の中でも散りばめられていますので、ぜひ映画館でご覧になってください。あー、見に行ってよかった。映画の舞台は広島。昨年12月、広島では珍しい大雪に見舞われる中撮影が始まった。もう今回面白いなと思ったのが、いつも整君って自分一人で考えて一人で結論出して、で最後にバーって喋るんですけど、今回ってみんなで考えるんですよね、珍しく。いつも自分のペースでバーってやれればいいんだけど、全部それを乱されてみんなと一緒に変な話やらざるを得なくなるから、なんかそのお芝居がやっぱ今回の特徴というか面白かったですかね。この原作も大好きなんですよ、この話が。ある意味人間らしい怖さみたいなのがあって、できるだけ漫画のあの印象を正しくお客さんに伝えようっていうことはずっとやってきたけど、よっしゃ完璧にできたぞっていう気持ちではないし、かといって現状でできることはやったしなみたいな感覚ではいますかね。今回の映画化にあたり、これまでのテレビシリーズではできなかった規模のロケを実現。原爆ドームを望む平和記念公園をはじめ、世界遺産厳島神社でも撮影が行われた。映画にふさわしいかつてないスケールで
ミステリと言う勿れ史上最大級の謎を描く。久能整君、力を貸して。うちの遺産相続はいつも争う形になって、必ず何人も死人が出てる。犬神家の一族、親を亡くした4人の相続人。うちのパパたちが死んだ時も殺しちゃったんだよ。巻き込まれるテンパの大学生。お茶飲んで話し合いませんか。我関係なかろうが。ちょっとの部外者は口出さないで。話を聞いてくれない一族。子供はバカじゃないです。自分が子供の頃バカでしたか。証拠を出してみろとか言うのは大抵犯人って僕は常々思っています。3体足りない。お茶碗は多い。気のせい。たまたま。何の、なんで、誰が。すいません、僕間違ってました。あなたのお父さんは殺されたのかもしれません。え、遺産相続の先にある一族の深い闇。遺産争いに見せかけて殺されたんだと僕は思います。皆さん、ホラー映画とか見ます？狩集家遺産相続殺人事件、どんどん死人が出るやつですね。僕はその話支持したい。兄弟3人が乗ってるのに居眠り運転なんて考えられない。僕も探してみるよ。次に殺されるのは僕じゃけ。誰、こんなことしたの誰よ。見たことある、これと同じ人形。どういうことじゃ。お前が犯人じゃろうが。血は水よりも濃いっていうやつかしら。行ってきます。すごいもん見つけた言うて。お父様からいただきました。さっき広島県警から電話がありました。他に犬と他の情報は。もじゃもじゃ。さあ、何を言ってるんだこのバータレが。黙れ、何も喋るなよ。レースはもう始まってるんだから、誰が勝っても恨みっこなしってことで。それぞれに蔵を与えて謎を解けと言った。僕もあの事故は疑問に思ってた。おお、閉めないで。私はきっともう答えにたどり着いていたんです。幸せになれるからね。人は弱くて壊れやすくて倒れることもある。それが当たり前だと誰もが思えたらいい。ミステリと言う勿れ。私がパパを殺したの。きっと原作好きな人だったら、あれ、この話飛ばして進んでないって思ってた今回のこの広島編を満を持してやらさせていただきました。メッセージがもう20、30であるんですけど、整君たちのこの会話を楽しんで、見て聞いてもらえればなと思います。はい、よろしくお願いします。